知県名古屋市の徳川美術館では、今尾張の殿様ゆかりの品を集めた徳川歴代藩主展が開かれています。これは尾張藩士の子孫である上田武雄さんが、先祖から伝わる兜や古文書など52点を研究に役立ててほしいと徳川美術館に寄贈したことから実現したもの。徳川家16代の藩士たちが愛用した刀、装飾品をはじめ細かいメモまで展示されており、大名と家臣の実態を解きほぐす貴重な資料となっています。この特別展は9月26日まで開かれています。